皆さんこんにちは。サマンサフォックス、タッチミー。1986年、80年代の中盤はヘビーメタル、ハードロックがすごく流行ってて、まあそのスタイルだけを取り入れる人たちも多く、結構場が荒れてたんですけど、この突如として現れたサマンサ・フォックスも見ての通りの衣装で、ジューダス・プリストの妹分かよというぐらいトゲトゲですね。私のアパートの、まあ学生時代だったんですけど、隣の部屋に住んでた渡辺くん、友達だったんですけど、ジャーニーの曲のギターを全部完コピしてる人だったんですけれども、彼がある日突然このレコードを持ってきて、タッチミーよ、聴こうやということで聴き始めたというのが私のサマンサボックスとの出会いというか、まあ当時の音楽シーンは本当バンドの人からシンガーの人から、どこかのプロダクションが作ったアイドルとか、全てがトップ40の中に来てましたからね。その中から、まあ、自分に合う音楽を見つけるっていう作業が楽しかったですね。ロックシーンを誘う新世代の憧れ、女の子が輝く時代を告げるニューシンデレラヒロイン、セクシーサム、サマンサ・フォックス、きらめきのデビュー。まあ80年代は、まあマドンナがいたり、まあ中盤から後半にはホイットニー・ヒューストンがいたり、まあマドンナと同じく80年代の初期デビューのシンディ・ローパーがいたり、私はシンディ・ローパーが好きで、デビューアルバムもまたいつか紹介したいなと思っているんですけれども、女性シンガーも本当にロックシーンからこのポップシーンにもたくさんいましたね。この頃はちょうどヒップホップが出てくるちょっと前ぐらいだったと思うんですけど、まあ80年代の中盤は私はプリンスが結構好きだったんですけれども、まあ、プリンスのレコードもまた紹介したいんですけど、ヒップホップっていう感じではなく、プリンスの場合はファンク、ブラックミュージックっていう感じだったんで、ヒップホップ前夜、まあ、ヒップホップが結構革命的なスタイルでレコードを作っていたのが、結構音楽シーンの驚きの私の中ではあれが最後だったかなと思います。まあ、サマンサ・フォックスに戻りますけど、このビジュアル、このレコードジャケット、ダークな写真にレッド、ピンクっぽい色のフォントじゃないカラーでレコード、帯も統一されてて非常にかっこいいなと思いましたね。解説を福田一郎さんが書いてますね。福田一郎さんのトーク、
伊藤清則さんとの対談が YouTube にも探すとあるので、ぜひ聞いていただきたいですね。あの人の伊藤清則さんとの対談は本当にレジェンド級のものを感じました。ここでも解説を福田一郎さん書いているんですけれども、まあ依頼された原稿なんでその辛口の内容ではなかったですけれども、福田一郎さんならではの解説を書いておられました。1曲目が Touch Me I Want Your Body、 なかなか刺激的じゃありませんか。サマンサ・フォックスは1966年ロンドンに生まれた、今年20歳、1986年当時ですね。若い頃モッズ族であったという父パトリックとダンサーだった母キャロルは、ショービジネスの世界にかけた自分たちの夢を娘のサマンサに託し、14歳の頃から彼女に英才教育を施した。親の夢を子供に託す、書けば簡単ですけれども、本人は大変だったんじゃないでしょうか。大変だったと思いますよ。この帯に書かれているストーリー、ライナーノーツでも結構見えるんですけど、ライナーサマンサフォックスタッチミー、ここに福田一郎さんの原稿が書いてあります。80年代後半はガールロックシンガーの時代である。ロックンロールが30年ちょっと、この間に優れたガールロックシンガーは何人も出ているが、最近のように若くて魅力的なシンガーが輩出時代というのはかつてないという分析ですね、福田一郎さんの場合は。そういう時代性だったんだろうと思います。いや、この前ちょっとチャートを見てた、これ1986年のレコードなんですけども、87年、この翌年のトップ10の中に、ヘビーメタル、ハードロックバンドがトップ10の中に、6曲ぐらい入ってる週があったんですけれども、すべて、バラード。曲だけ聴いてると、ポップシンガーが歌ってるのと変わらないんですけども、ビジュアルを見ると、みんな髪の毛ふわふわで立たせて、ピチピチのパンツを履いて、シャツも前がはらけてるみたいな。まあそういう状況にメガデスのデイブ・ムステインは怒ってましたけれども、まあこの86年とか87年というのはこのヘビーメタルスタイル、
ハードロックスタイルが流行ってたんでしょうね、今思うと。だからこういうハードロックっぽいジャケットとか、サマーソフォックス見た感じ、グラサンはめてトゲトゲのレザー、もうヘビーメタルですもんね。曲はちょっとシャープなポップっていう感じでした。タッチミレコードの方は、ロンドンのバッテリースタジオ録音。ジャイブっていうレーベル、あんまりよく知らないですね。こういうレコードの中にもちょっとしたクレジット、1986年ゾンバプロダクションズリミテッド、さまざまな人たちが成功を夢見て参入していたってことですね。サマンサフォックスはこの後ほとんど聞かなかったような気はするんですけどね、どうなんでしょうか。いや、私の場合はサマンサフォックス、このレコードを見るたびにアパートの隣の部屋の渡辺くんを思い出すです。ギターがすごくうまかったんですけれども、急にアイドルっぽいレコード、サマンサフォックスを持ってきたという思い出ですね。サマンサフォックス、タッチミー、聞いてみてください。以上です。